第1回、みんなのカメ池紹介、中学生の作った池とは？こんにちは、カメ太郎です。こんにちは、シャキです。カメさんたちが、のんびりとした時間を過ごしています。いいよね、私ものんびりと暮らしてみたいよ。今日は、このチャンネルの視聴者さんの池を、紹介するんでしょ？そうなの。みんなの池紹介ということで、紹介します。どんな池なのか、気になるね。これ見て。ちょっと、植えてみたんだよ。かわいらしいね。100均で、買ってきたんだけどね。なんていう木なの？わかんない、忘れちゃった。なんなんだよ。わけわかんねえな。ちゃんと、覚えておかないと、ダメだよ。とりあえず、みんなの池紹介をするから、ついてきて。わかりました。わあ、やめて。何にもしてないじゃん。何ビビってんだよ。亀太郎もさっさと座りなよ。おい、固まってんじゃないよ。普通に座ればいいじゃん。また何かされるかと思って怖かったよ。マジで、ビビった。今日はさ、みんなの池紹介の1回目なんだけど、まあ、2回目があるかはわからないんだけどね。今日、紹介するのは、中学生の、カツネコさんが作った池です。早速、見てみましょう。ブロックで、柵を作っているんだね。中学生で、こんな動画を作ったり、編集したり、すごいよね。今の中学生は、すごいんだね。ろ過装置もあるんだね。コンクリートで、カメさんが池に入りやすくしてるんだね。中学生なのに、コンクリートって、すごくない？すごいね。カメ太郎は、今年の1月に、初めてモルタルを触ったからね。そう考えたら、すごいよね。いろいろ考えて作っているんだね。それにしても庭が広そうでいいよね。これだけ広かったらいろんなものが作れそうだね。第2、第3の池も作れそう。羨ましいな。うちも第2、第3のうちはもうダメだからね。もう庭のスペースがないんだから。そうだね。ねえねえ、どうだった？感想を聞かせてほしいな。このチャンネルに遊びに来てくれている人の池を見てみたかったから、面白かったよ。いろんな人の池を見てみたいね。今回は、なんで、カツネコさんの池を紹介することになったの？
カツネコさんからコメントが来て紹介してほしいって言うからさ。そうなんだ、そういうことがあるんだね。今回はみんなの池紹介の第1回目ということで紹介したけど、第2回目はあるかわからないよ、さっきも言ったけど。そうだろうね、けど初めての池紹介ということでなんか良かったよ。そうでしょ。あとカツネコさんの他の動画も見たい方は右上をクリックしてくださいね。やっぱりカメさんが好きな人はいいよね。カメさんが好きな人が増えてくれれば嬉しいね。そうだね、少しでもカメ好きの人が増えるように頑張っていきましょう。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ブログやっています。遊びに来てね。これからもよろしくお願いします。